BGM や SE のボリュームを設定したり、ゲームデータのマップやルールを自由に選んで遊べるモードクポ。一人で遊ぶクポ。今日はどのキャラクターで遊ぶクポ。ボードゲームもやるべきだった。カードゲームばかりだったからな。あ？一軒目か。先は長いな。面白そうだな。やってみるか。そら！よし、一軒目。んじゃ、次の物件探すか。さあ、始めようか。そしてさっさと終わらせよう。このエリア独占の足がかりだ。あいつは生きている。俺はあの時の決着をつけなくてはならない。この勝負に何の意味があるのか。シードはなぜと問うなかれだ。はあ？まず一軒。この場所にも慣れてきたし、そろそろ行くか。そら、最初の店にしちゃいいんじゃねえの。みんなも来てくれるよな。これでいいのか。ソルジャーへの道のりに比べたら簡単だ。このプレッシャーはなんだ。ダイスを振ればいいんだろ。店を買わなければこの任務始まらないからな。俺のやり方ってうまくいってるのか。いまいちわかんねえな。そら、よしよし、順調。もう一
軒ぐらい欲しいとこだな。ん？何か聞こえる？俺の店か。悪くない響きだ。さあ、かかってこい。勝手にやらせてもらう。は？このエリアの他の店はまだ買えるのか？店買うって楽しいわ。やべ、やめらんねえかも。そらそら、記念すべき一軒目か。みんなが来てくれりゃいいんだけど。ん？ああ、悪いな。聞いてなかった。とりあえず、この辺の店を買い占めればいいんだ。お、あんたの番だぜ。早くダイス振れよ。いい目を頼んだぞ。は？ま、適当にやるか。そら。さて、次は。ああ、これは独り言だ。気にするな。今度はあんたの番だ。ふっ。あ？どこ行こっかな。適当に行っても大丈夫か？そら！そら！クポポー！モグがマークを配りに来たクポ！お、モーグリが動いたぞ。面白え。そっち行くわ。あっちの方にマークの予感クポ！みんなにプレゼントしたいから頑張って集めるクポ！クポポポー！マーク発見クポ！補給しておくクポ！モグの番は終わりクポ！早く君たちに会いたいクポ！マークはあと半分か。なあ、あんただったらどっちに行く？簡単だな。さっさとやってくれ。待ちくたびれたぞ。会えて嬉しいクポ。モグから好きなマークをプレゼントするクポ。まだマーク揃ってないクポ。だったらマークをあげるクポ。マーク、マーク、マーク。面倒だな。あ？あ？会えて嬉しいクポ。モグから好きなマークをプレゼントするクポ。まだマーク揃ってないクポ。だったらマークをあげるクポ。よし、これでマーク2つ。次のマークはあれ、どこだ？さ、やべ、ダイスを振るクポ。何が出るかは運任せクポ。次はもっと頑張るクポ。こうご期待クポ。さて、どうしようか。会えて嬉しいクポ。モグから好きなマークをプレゼントするクポ。クポ？マークを全部持ってるクポ？マークは揃えたな。あっ！
あれ、俺の番？もう回ってきたのかよ。そら、あえて嬉しいクポン。モグから好きなマークをプレゼントするクポン。まだマーク揃ってないクポン。だったらマークをあげるクポン。やべ、あっちの方にマークの予感クポン。みんなにプレゼントしたいから頑張って集めるクポン。次はどこまで行けるか、ワクワク楽しみクポン。マーク、あと一つだな。悩むことはなかった。なぜならこのエリアを独占すればいいだけだ。よかったな。よく考えて使え。運に身を任せるか。悪くない。マークは集まったけど、銀行場まで距離あるな。誰か連れてってくれよ。そら、あれ、金ない？あ、じゃあ店買うのやめ。モグは探し物が得意くぽ。見つけたマークはみんなに配るから待っててくぽ。次はもっと頑張るくぽ。こうご期待くぽ。俺は行かなくてはならない。終わらせよう、すべてを。ほらよ、転がれ。そら、そら、超ラッキー。どうなるか楽しみだわ。モグは探し物が得。次はどこまで行けるか、ワクワク楽しみくぽ。脳ガキはいい、先を急ごう。このエリアは俺に任せろ。さっさと出て行け。よし、あと少しでレベルが上がる。はもうレベルアップ。頑張った甲斐があったわ。そら、あえて嬉しいクポン。モグから好きなマークをプレゼントするクポン。クポン、マークを全部持ってるクポン。あ、賞金ゲット。さて、何に使うか。あっちの方にマークの予感クポン。みんなにプレゼントしたいから頑張って集めるクポン。次はもっと頑張るクポン。こうご期待クポン。考えたって何も変わらないさ。悪いな、ここをあんたに渡すつもりはない。そろそろ給料だな。待っていろ。これがあんたの店？何を企んでいる？いい目が出ればいいけどな。やべ、モグは探し物が得。誰かが呼んでるから帰るクポ。用事が済んだら戻ってくるから、それまで頑張るクポ。
行くぞ。マークは揃った。給料もらおうか。は？よし、給料が入った。もう一暴れできるな。俺の番？時間が経つの早いな。やべ。お、安いじゃん。いろいろ買い物すっか。俺だな。違うのか。やっぱり俺じゃないか。あんたならこの店をうまく使えるはずだ。ああ、いいぜ。交換してやるよ。は？は？まだ2件か。これぐらいダイスがでかいと振り返りがあるな。そら。じっとしていろだと。ソルジャーの扱いを知らないな。俺なりのプレーってやつを見せてやるぜ。そら、やべ。あ、なんかしたか。先に行かせてもらう。あんたたちは好きにしろ。どうやら見逃すつもりはないようだな。このマークを集めて銀行場に行けっか。給料もらうのも大変だ。は？エリア独占を目指すしかない。え？俺の番？マジかよ。そら！さあ、やべ！銀行場はまだか。ソルジャーへの道のり。こうなると残りの店も欲しいが。はっ？いい目が出ろよっと。そら。力がみなぎってくる。もうすぐレベルアップだな。まあな、当然といえば当然だ。逃げるのか。運がいいやつだ。俺の番だな。もちろん知っている。はい。
店が残り少ねえって、早く買いに行かねえとな。やべ、こんなダイスの一振りで俺の運命が決まるとは。つつましい店だ。マークは残り一つ。どこだ、どこにある。あれ、残りの店ってこれだけしかねえの。急いで取りに行かねえと。やべ、これでも元は神羅にいた。ターゲットの店は逃さない、どんな手を使っても。出目の予想するだけ無駄なこと。増資はやめておこう。どこ行こっかな。適当に行っても大丈夫か。さ、やべ、お、安いじゃん。いろいろ買いますか。ここにいる以上俺だって本気でやっている。ああ、もちろん狙いは優勝だ。そこ増資すんのか。こんなとこ買わねえよ。あの目が出るとまずいな。はっ、これぐらいダイスがでかいと振りがいがあるな。やべ、狙うのあの店しかない。よし。誰かの空気を感じる。負けるわけにはいかない。はこの程度か。店買うって楽しいわ。やべ、やめらんねえかも。そら、この株いいじゃん。よし、俺も買うぜ。ああ、悪いな、聞いてなかった。どうやら見逃すつもり。あいつが金を手に入れた。どうすれば俺のものになるかな。お前たちに負けることなど考えたこともない。さっさと済ませよう。はっ、俺のやり方ってうまくいってるのか。いまいちわかんねえな。さあ、あれ、何か聞こえる。店の残りが少ない。知ったことか。はっ、
あれ、俺の番？もう回ってきたのかよ。やべ、こんなダイスの一振りで俺の運命が決まるとはな。く、分かってる、俺の番だろ。安いな、足止めにもならない。いい目が出ろよっと。やべ、あ、なんかしたか。俺だな。違うの、やっぱり俺じゃないか。つつましい店だ。分かってる、俺の番だろ。あ、俺の番？マジかよ。そら、みんなも来てくれるよな。そんなに高くしたらどうするつもりだ。俺の番だな、もちろん知っている。あっ、いい目が出ればいいけどな。さあら、行くぞ。終わらせよう、すべてを。はこの程度か。俺なりのプレーってやつを見せてやるぜ。さあ、やべ、考えたって何も変わらないさ。どうやら見逃すつもりだ。そんなにまでして店を守りたいのか。負けるわけにはいかない。はは半額ならまあいいか。あー、やべえ、なんかとんでもねえもんが目の前にあるし。そら、やべ、よし、ラッキー。マジで半額にしてくれんの？ここにいる以上俺だって本気でやっている。ああ、もちろん狙いは優勝だ。勘違いするな、これは嫌がらせじゃない、基本的な戦略の一つなんだ。くダイスを振ればいいんだろ。はあ、ここは狙われるな、少しでも高くしておこう。ああ、まだ足りねえのか。あとマーク一つなんだよな。さあら、やべ、銀行場までもどかしいな、まるで子供の頃の鈍るさんだ。つつましい店だ。
高い店など怖くはない。止まらなければいいだけだ。はほらよ、転がれ。そら、ここは守るしかねえよな。結構俺にとっちゃ重要な場所なんだわ。銀行場はすぐそこにある。もうすぐ報酬が手に入る。つつましい店だ。やったな。分けてくれてもいいぜ。もう買える店はないのか。あとは銀行場まで行けば金をもらえるんだろう。よし、やったな。さ、今は気が向かねえわ。増資はなし。店がなくても稼ぐ方法はある。モンスターを倒せばいいんだ。何？ここにはいない？やっぱり侮れない。店がない。俺はもう店を買えない。安いな。足止めにもならない。よし、マーク回収終わり。あとは銀行場まで行くだけだ。楽勝。そら、脳ガキはいい。先を急ごう。あんたに感謝だわ。俺の株上がった。あの目が出るとまずいな。はあ、たまには悪くないな。マジか、あれだけ店があったの売り切れるとはな。そら、店ないのか。すっきりしたな。なぜだ、なぜ自分の店なのに泊まれない。はこの程度か。店なくなっちまったか。勝負はここからだな。やべ、お、安いじゃん。いろいろ買いますか。さて、どうしようか。
おっと、悪いな。おかげで儲けさせてもらった。増資がこんなに難しいとは。この場所にも慣れてきたし、そろそろ行くか。やべ。あ、なんかしたか。俺は行かなくてはならない。株は持っているだけでは意味がない。増資が重要らしい。安いな。足止めにもならない。俺の番？時間が経つの早いな。やべ。お、安いじゃん。いろいろ買い直すか。さて、次は。ああ、これは独り言だ。気にするな。出目の予想するだけ無駄なこと。ま、適当にやるか。そら。どっちに行けば面白くなるか、目つぶって決めるか。先に行かせてもらう。あんたたちは好きにしろ。礼を言っておく。すまないな。この勝負に何の意味があるのか。シードはなぜと問うなかれだ。あ？俺なりのプレーってやつを見せてやるぜ。そら。さて、どうしようか。どうやら見逃すつもりはないよ。この場所にも慣れてきたし、そろそろ行くか。やべ。あ、なんかしたか。ん？ああ、悪いな。聞いてなかった。お前たちに負けることなど考えたことはない。さっさと済ませよう。あ？どこ行こっかな。適当に行っても大丈夫か。やべ。お、安いじゃん。いろいろ買い回すか。行くぞ。運に身を任せるか。悪くはない。は？あ、俺の番？マジかよ。そら。
脳書きはいい。先を急ごう。勝手にやらせてもらう。安いな。これぐらいダイスが出る。やべ。なんか悪い予感がしたんでここ買わせてもらった。何か聞こえる？つつましい店だ。いい目を頼んだぞ。ほらよ、転がれ。そら、俺は行かなくてはならない。気にするな。ただ買っただけだ。いや、いいよ。悪いと思ってんなら言ってもしょうがないし。終わらせよう、すべてを。はい、はい。俺のやり方ってうまくいってるのか、いまいちわかんねえな。そら、やべ。あ、なんかしたか。こんなダイスの。運に身を任せるか。悪くはない。よし、順調だ。いい目が出ろよっと。そら、やべ。あ、なんかしたか。負けるわけにはいかないんだろ。勝手にやらせてもらう。は？ここは銀工場か。あれ、俺の番？もう回ってきたのかよ。そら、俺だな。違うのか、やっぱり俺じゃないか。どうやら見逃すつもりはないよ。あの目が出るとまずい。はっ。
この程度か。な、適当にやるか。そら、やべ。お、俺は、ど、お前たちに負けることなど考えたことはない。さっさと済ませよう。は？安いな。足止めにもならない。店買うって頼む。そら！やべ！なんか悪い予感がしたんでここ買わせてもらった。俺が今考えていること、いや、やめておこう。場の雰囲気が悪くなる。くデメの予想。あ？俺の番？そら！俺は英雄にはなれないのか。俺の番だな。もちろん知っている。は？これぐらいダイスがでかいと振り甲斐があるな。やべ。あ、なんかしたか？ここにいる以上。どうやら見逃すつもりはないようだな。やっぱりあんたはただ者じゃなかったようだな。余計なことをするな。ダイスを振ればいいんだろ。はあ？はあ？いい目が出ればいいけどな。やべ。お、安いじゃん。先に行かせてもらう。どうやら皆があいつの強さは普通じゃない。世間で知られているどんな話よりもすごい。この程度か。どこ行こっかな。適当に行っても大丈夫か。やべ。あ、なんかしたか。考えたって何も変わらないさ。つつましい店だ。は？もうゴールできんの？なんだよ、ゲーム終わるじゃん。いい目を頼んだぞ。は？安いな。
足止めにもならない。俺なりのプレーってやつを見せてやるぜ。やべ、みんなも来てくれるよな。どうやら見逃すつもりはないようだな。あいつには負けられない。俺はシードの任務を果たす。わかった。予定通りだな。いけるな。いい目が出ればいいけどな。さあ、やめ。お、安いじゃん。さて。つつましい店。まだ終わりじゃない。終わりじゃないんだ。引くまでもないと思うけど、最下位はやっぱり俺なんだろうな。この店は私のお気に入りだ。状況をひっくり返す一撃はこの店から放たれたのだ。あんたの店なんか興味ないから俺に構うな。こういうのは性に合わないんだ。もう怯えることはない。俺はもう過去の話だ。あんたの店なんか興味ないから俺に構うな。こういうのは性に合わないんだ。今回はあんたの相乗りに圧倒されたが、今度はこちらが相乗りする番だ。思惑通りになっていい気分だろう。敵を増やしたことを忘れる。
俺は選ばれし者、この星の支配者として選ばれし存在。やはり勝負には無理があったようだ。